覧ください。30年ぐらい前からその非常にひどい肩こりになりまして、もう日常的にも肩が痛い、また頭痛を伴う、夜も眠れないというのが続きまして、週に1回は必ずマッサージに行くわけなんです。ずっと何十年繰り返しまして、私自身がひどい肩こりですので、自分をモニタリングとして約2年ぐらいかけて、こういう方法であるならば一番適切かなってことができました。そんな社長が作ったこだわりの磁気ネックレスとは、一本のネックレスの中に、磁石が最低でも20個以上ないと重症な肩こりには効果ないってことが分かったわけなんです。今回のその商品に関しては26個あるわけなんです。数が多いってことは磁石と磁石の間隔が狭いので、必ずそのツボを抑えられるということで効果があるわけなんです。大事なことは肌にいかに深く磁石の磁力が浸透するかっていう、その浸透度なんですよね。その浸透度の深い磁石をいわゆる採用するっていうことだと思います。使えば分かります。前には散歩して疲れちゃうとよくマッサージ行ったんですよ。で1週間に2、3回行ったんですかね。でやってもらってもすぐまた元に戻っちゃう。これつけてから3日目からそんな金かけんだったらこのネックレスつけた方のがいいだろうね。ずっと半永久的につけていたいと。